はい、えー、それでは今日も読書レビューをしていきたいと思います。えー、このチャンネルでは私が1日1冊を目標に本を読んでその内容を動画でレビューしていくという内容になっています。で普段ご紹介するのが多いのはビジネス書とか一般教養また、えー、習慣化継続化についての本と,あとは心理学についての本まあそういった本が多いかなというふうに思います。で最近は一部、えー、まあ お金についての話ですね、まあ、投資とか資産形成とかそういったものについての本も読んでレビューすることが多いですで今日はえっ、ー、とまあ,あの英語についての本ですね英語とか海外文化についての本を、えー、ご紹介したいと思いますで「出世をする人の英語アメリカ人の、えー、論理と思考習慣」というタイトルの本になりますで、えー、と実は今私アメリカで、えーとまあ、会社員として生活をしていまして えー、まあこういったアメリカとかですね英語についての本もたまにレビューをするんですけども、えー、その一環ですで今日はですねこの本を読んでいいなと思ったところを1点だけご紹介をしたいと思いますでえー、っとまず最初にこの本のまあ概要なんですけれどもこの著者の方がですねアメリカで働かれた経験からまあそのアメリカ人の、えー、まあ考え方とかですねその生活習慣とかをまあより意識した形でまあその 英語の使いいい方を説明しているという内容になりますで個人的にはですね後でまあとで一点ご紹介する内容に含んでるんですけれどもまあ、英語の、えー、まあ学習方法とか、えー、そのアメリカで使える英語表現とかですねそういった内容よりは、えー、とアメリカ人のまあその文化的な特徴とかですね考え方とかその部分がこの本のポイントかなというふうに思います。 えなのでその意味でまああのタイトルこの本のタイトルですね「出世をする人の英語」っていうまあメインタイトルはなんとなくこうミスリーディングというかあのこの方が意図したかったことをまあ100%表してないんじゃないかなというのをちょっと,えと読み終わった後に感じました。でまあ実際この本を手に取ったきっかけとしては「この出世する人の英語」っていうタイトルにつられて買いましたんでまあそういう意味ではいいかと思うんですけども内容としてはまあこれからお話しするような内容がまあポイントかなというふうに思います。 ちょっとと長くなりままししたたけどもそのポイントをお話したいと思い思で、えっと、この本でまあ私が一番ポイントだと思ったところは、えっと、その英語そのものではなくてですねそのアメリカ人の考え方をよく説明しているなというふうに思った点なんですけれども例えばまあ具体的にはですね、えっと、アメリカ人がグローバルっていうふうに表現をする時は、まあ、実はですねアメリカ人はアメリカのことしか意識をしていないと。 えーまあ、そういういことが書かれていますでこれは私自身今アメリカにいて、まあ、感じることでもあるんですけれどもやっぱりですねアメリカ人は自分たちが生まれたこのアメリカという国に対してやっぱり世界一であるというようなまあ えとある部分では全く正しい、そしてある部分では少しまあ変形を持ったような自信というのがあります。で、えーと、ある部分で正しいというふうに言ったのは、やっぱりその名実ともにですね、えー、GDP も世界一ですし、えー、と軍事費も世界一ですし、共通言語としては英語を使っていると、で世界の基軸通貨としてドルが存在すると、まあ、そういったことから言っても、ですねアメリカが世界の大国であると、世界ナンバーワンの国であるというふうに言っても、過言ではない部分というのは非常に多いと思います。 うんとなんですけれどもじゃあ実際に。 えっとまあ、もちろんですねそのあらゆる全ての分野でアメリカが一番というわけではないですし一つ一つの分野を取ってみてもその必ずしも全ての要素についてアメリカが一番ではないと、まあ、そういったことをまあ私自身は日本人として感じます。でこの辺のですね、えっと、アメリカ人が持っているグローバルとか、まあ、アメリカ人っていうような感覚っていうのをまあよく理解していかないとやっぱりアメリカ人とグローバルに仕事をしていくというところではまあ少し違和感を持ったりとか、まあ、付き合い方にトラブルがあるんじゃないかなということを まあ少し感じます。まあ、そういった内容が書かれています。 でまあ、あともう一点ぐらいちょっと例を挙げるとですね、えっとまあ、人に対してのこうコメントの仕方とかですね、えっとまあ、意見の仕方も結構違います。で例えば会議中にフランクに話をしますとか発言をすること自体が、まあ、コミットメントであって発言をしないと意味がないとか、まあ、そういうふうに考えてますっていうのは、えっとまあ、アメリカ人の特徴としてよく、えー、日本でも説明されると思います。でその本そのことはこの本の中にも書いてあるんですけども、まあ、それだけじゃなくてですね例えばそのアメリカ人っていうのは、まあ、ポジティブな表現をすることがじ 多いんだけれどもまあ実は、えー、と思っている内容っていうのはまた別にあって結構意外と日本人が思っているよりも。 えー、その言言葉をを選んで発言をしているとつまり文字通り捉えちゃいけない場合も結構アメリカ人でもあるんだよっていうこととかですね、まあ、そういったポイントなんかもこの本の中で書かれていて、まあ、非常にあのアメリカ人をよく捉えてるなというふうに思います、まあ、よく捉えてるなっていうのはまあ当たり前なんですけどもこの著者の方はまあ十何年だったかなアメリカ10年以上ですねアメリカにまあいらっしゃったそうで私より経験はもちろん長いんで、まあ、よく分かってるなということをま感じましたでまあポイントとしてはですねその日本とアメリカっていうのは、まあ、あの同盟国としてまあ ある部分では非常に近い関係を維持している国々ですで分かっているつもりで、えー、とこう接している部分もありますしまあ実際アメリカの傾向っていうの,あのアメリカの文化的なところをよく理解して していいるる部分もあると思いますですけれども、まあ、分かっているつもりでですね意外とまあ日本には理解されていない特徴とかですね、まあ、日本人がえこういうふうだからこそここに注意をしなきゃいけないよみたいなところは、えー、とこの本の中で非常によく説明されてるんじゃないかなというふうに思います。ですので、まあ、あの職場で外国人がいる方とかです、ねまあ、海外の文化に興味がある方はその英語学習に限らずです、ね、この本を読まれてみるとまあ面白いことがあるんじゃないかなというふうに思います。 はい、えー、今日は以上になります。で、最後になりますけれども、えーとまあ、今、こうやって動画を見ていただいて、ですね、何か面白いなと思った方や、ほ、えーまあ、他の動画を見てみたいなというふうに思った方は、まあ、ぜひチャンネル登録をしていただいて、えー、また動画を見ていただければなというふうに思います。で、えー、とまた読んでほしい本のです、ね、リクエストとかあれば、あのコメント欄に、えー、書いていただければですねあの、いつか読ませていただけると思いますので、ぜひよろしくお願いします。今日は以上です。